街中に来るとまたちょっと景色が変わりますね。このお家も瓦とかがあって少し歴史を感じる。あ、隣のお宅はちょっともうちょっと洋風。同じ街の同じ道でもいろんな時代のいいものが詰まってる感じがして、街を歩いてるだけでも旅してる感じがあっていいですね。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。大友カレンと言います。原部直樹と言います。原部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。原部さんはこの石岡にお住まいなんですか？はい、あの石岡市の中でも、はい、八里という、八里、はい、八つの里って書くんですけど、はい、比較的こう自然豊かで、はい、農業が盛んな地域で生まれ育ちました。八里というのはフルーツが盛んで、一年中いろんなフルーツが取れるんですけど、このフルーツを使ったジェラートを食べに行きましょう。ジェラート大好き。オーナーの方もご夫婦でとってもいい方で、はい、あのトモジーって呼んでみんな親しまれているような方です。みんなを見守ってくれているおじいさん。もう八里のパパみたいな感じですね。ここが、おお、はい、すっごい、なんかちょっとお寺みたいな。そうなんですよ。古民家？はい、あの築50年の古民家をリノベーションして、はい、今から3年前ぐらいにオープンした古民家カフェ。あ、いらっしゃる。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。失礼します。わー、すごいいい雰囲気。もしかしてあの友爺さんでいらっしゃる？友爺でございます。いい雰囲気。本当に古民家のいい部分は残しつつも、うん、新しい感じ。お待たせしました。柿のジェラートになります。わー、どこでか。今回は、はい、早秋っていう種類の柿を使った、うん、早い柿なんですけど甘みもたっぷりあります。はい、楽しみ。実は八里の柿って冬柿っていう品種のものが献上柿として、あの毎年皇室に献上されているものなんです。じゃあ柿が有名な地域なんですね。そうなんですよ。いただきます。うん、どうですか？おいしい。うわ、甘。本当ですか？甘いんですけど、うん、くどい感じは全くなくて、うん、柿の実を食べてる時のようなダイレクトな甘さがジェラートに詰まってます、はいはい、滑らかな食感もいいですね、うん、いいですよね。おいしい。あ、よかったです。